皆さんこんにちは。会津鉄道に SL を走らせようプロジェクト発起人の鉄道写真家の快速エース六女千葉成と申します。2017年をめどに、東武鉄道で蒸気機関車 SL が復活することが決まりました。 JR 北海道の C11 型207号機を借り入れる形で運行に向けて準備が進められています。 SL の運行にあたり、JR 四国から12計画車、G4 計画車、そして転車台の譲渡が決まりました。東武鬼怒川線、鬼怒川温泉駅にはこのような看板が取り付けられました。現在、福島県会津地方では C57 型180号機快速 SL 万一物語が JR 万一線線、新潟駅から万一物語駅に SL が運行するには転車台や線形車庫という施設が必要です。ここ JR 会津若松運輸区にはそのような施設が整っております。広い車両基地では SL の点検や整備を行うこともできます。また会津鉄道の会津田島駅構内にある会津鉄道車両基地でも列車の点検や整備をすることができます。また駅前の公園にはかつて会津線を走っていた C11 型254号機が整体保存されております。また会津高原小泉地域には転車台の跡があります。こちらは2013年に地域のボランティアの方々によってきれいに整備されました。この転車台が将来SL を動かすことになるかもしれません。また会津鉄道はトンネルが連続するため全区間の運転は困難と判断し、こちらの3つの連車を考えました。会津鉄道に SL がやめることを心より願っております。ご清聴ありがとうございました。会津鉄道の会津田島駅です。会津田島駅前には国鉄会津線を実際に走っていた C11 型254号機が整体保存されております。こちらの SL は常に整備をされていて保存状態が良く、将来の SL 復活にも期待されております。会津田島駅にはこちらにありますように会津鉄道車両基地があります。こちらに SL を留置させ整備することも十分に可能と考えられます。それでは SL 南会津温泉湯巡り号の事前調査に参りましょう。こちらが会津鉄道の車両基地です。
たしました。ご乗車ありがとうございます。鬼怒川本線下今井地方面で各駅に停車をいたします。新都心行きでございます。向かいです。お出口は左側です。中洗い、お出口は左側です。会津高原お出口駅には国鉄会津線の終着駅会津滝の原駅時代に使われていた転車台が残されております。レールは剥がされてしまい草の中にあるようですが、3年前にボランティアの方によってきれいに整備されました。こちらの場所に SL を留置することも十分可能と考えられます。ご清聴ありがとうございました。